これからレトルトカレー王になるこの俺が第一食目に選んだカレーはこちら、果実王国岡山名産地厳選白桃ピオーネカレー。リンゴが入ったカレーってのは聞いたことあるな。ただ白桃ピオーネ、ピオーネ、そもそもピオーネってなんだ。ピオーネっていうのはブドウの一種らしい。桃とかブドウの入ったカレーなんて食べたことないよね。さすが果実王国、王国、岡山、岡山、岡山。大体入れて美味しくないものなんて入れるわけがないんだ。大体美味しいに決まってる。それでは早速、ディッシュアディッシュア。見てこの鶏肉、おっきいの。あ、一発目からこれはいいカレーを引いたんじゃない。香りもね、フルーツ、しかも桃ってわかる、香りでわかるんだよ。いただきます。フルーツの酸味とカレーの辛さが出会ったよ。そう、酸味がある。口に入れた瞬間こうツンってくる、うん、でもそれがねカレーの辛さとすごくマッチして、そしてこの鶏肉、カレーの名前こそ白桃ピオーネカレーだけど立派なチキンカレーだよ。でね、このマッシュルームもね相性バッチし、いやー美味しいね。岡山、果実王国岡山、恐れ入りました。白桃ピオーネカレー、こちらのバンディポイントは16バンディポイント。美味しかったんですよ、美味しかったんです。でも一発目にすげえ高いバンディポイントとかすげえ低いバンディポイントはやっぱ与えられない。今日のカレーもとってもビビカリー、僕の心をレトルトパウチ。